いいの？クレイジーのどこがいいのかわかんない。罪深いって何なの？罪があるなら何がいいの？犯罪者がかっこいいの？そもそも混沌って何？カオス？だから何なの？闇って何？暗ければいいの？正義と悪だとなんで悪がいいの？なんで悪い方がいいの？悪いから悪なんじゃないの？右腕がうずくとなんでかっこいいの？自分の力を制御できない感じがたまらないって。何それ、ただの丸気な人じゃん。ちゃんと制御できる方がかっこいいよ。立派だよ。普段は力を隠していると何がすごいの？そんなのただの手抜きだよ。隠したりしないで全力で取り組む人の方がかっこいいよ。どうして二つ名とか異名とかいろいろつけるの？いっぱい呼び名があったって分かりにくいだけじゃん。英語でも何でもカタカナつけないでよ。覚えられないでよ。真空間って書いてレクイエムって読まないでよ。キッチって書いてタブーって読まないでよ。聖戦って書いてジアードって読まないでよ。ギリシャ神話とか聖書とか北欧神話とか日本神話とかちょっと調べたくらいでそういう話しないでよ。内容もちゃんと教えてくんなきゃ意味が分かんないよ。教えるならちゃんと教えてよ。神話に出てくる武器が説明されても楽しくないよ。グングニルもロンギルスもエクスカリバーもデュランダルも雨のブラクモの剣も意味不明だよ。何がかっこいいのか全然わかんない。他の用語も謎なんだよ。現在とか10回とか創世記とか目次録とかアルマゲドンとか。名前がいいだろってどういうこと？雰囲気で感じろとか言われても無理だよ。相対性理論とかシュレディンガーの名古とかバイオ引力とかちょっとネットで調べただけで知ったかぶらないでよ。中途半端に説明されてもちっともわからないでよ。ニーチェとかゲーテの言葉引用しないでよ。知らない人の言葉使われても何が言いたいのか全然わかんないでよ。自分の言葉で語ってよ。お願いだから私がわかること話してよ。中二って何なの？中二ってどういうことなの？わかんない、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 わかんない。ジュウ君の言うことは昔から何一つこれっぽっちもわかんない。